大島忠盛は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員、衆議院議長、尾崎幸雄記念財団会長活目目会、名誉会長である。青森県議会議員、国務大臣環境庁長,長官、文部大臣、科学技術庁長,長官、原子力委員会委員長、農林水産大臣、内閣官房副長官、自由民主党幹事長、自由民主党副総裁、 自由民主党青森県支部連合会会長などを歴任。青森県八戸市尻内町出身。衆議院議員などを歴任した、夏堀源三郎はおじいにあたる。八戸市立三条小学校、八戸市立三条中学校、青森県立八戸高等学校、慶応義塾大学法学部法律学科を卒業し、法学士を持つ。大学卒業後は、 毎日新聞社に勤務した。青森県議会議員を経て1983年の第37回衆議院議員総選挙で初当選し、以降11回連続当選。新聞社出身としてスパイ防止法案に反対するなど当初は、ハと派的政策に明るかったものの、一方で心情による気配りの政治家として知られる。その後は口述するように、外交面は高派の姿勢も、 高難療養に見せるようになる。川本敏夫の最側近であった。また、田辺正美、田辺正洋やことの、八戸戦争で地元、八戸市の政界を二分している。村山改造内閣で、環境庁長官で、初入閣し、第二次、森内閣では、文部大臣、科学技術庁長官に就任。握りの大島として、自民党国会対策委員長を二度務め。 通算在任記録は森山博史に抜かれるまで1位。国体委員長時代に築いたパイプにより、野中広武、小釜こと、聖和政策研究会、公明党といった党内外の左右のイデオロギーを超えた人脈を持った。高村破誕常時には川本直系の議員を率いて、大島グループ独立もあり得たが、高村雅彦への派閥以上に尽力し、名実ともに、 派のナンバー2となる。国体委員長としての働きも評価されて第一次、小泉内閣では、農林水産大臣として再入閣したが、2003年4月1日に辞任した。第一次、安倍改造内閣に絡み、麻生太郎幹事長との人脈から、自民党国会対策委員長に就任。麻生法医網による自民党総裁選では、明確な意思表示を避けながらも、 生への指示を匂わせた。福田康夫内閣組閣、当人事刷新にあたり、国対委員長としての力量を買われ、留任、参議院で、野党過半数というねじれ国会に臨むことになった。テロ新法審議の最中に、森谷武正防衛事務次官に絡む山田博之、事件が発覚。11月15日の参議院外交 防衛委員会の承認関門で山田博之の宮崎元信との園籍にぬかが福士郎財務大臣が同席していたと答弁しぬかがに疑惑が浮上した際には党としてぬかがの行動を調査し民主党の追及に対してぬかがと宮崎が園籍に同席していない証拠を提示するなどして反論した2008年初頭の ガソリン国会に絡み与党内で検討されたつなぎ法案については、つなぎ法案に慎重な福田康夫首相の意向を組み、アジアアフリカ問題研究解決性以来、進行の深い行の洋平衆議院議長に圧線を要請。両院議長圧線案による与野党合意に至ったが、この合意でガソリン暫定税率維持法案が期限までに可決できず、1ヶ月間ガソリン税が下がり、 ガソリン料金が乱高下する事態を招いた。2008年11月、内閣総理大臣、麻生太郎のホッケの煮付け発言に対して、そのようなものは存在しないと指摘した。12月1日、自民党国対委員長としての通算在職日数が1128日となり、中川秀川を抜いて歴代1位となった。 2009年8月30日に行われた第45回衆議院議員総選挙に青森3区から出馬。青森県建設業協会の推薦を受け、自転の民主党現職、田辺正代との票差が367票という大接戦を制し、休戦。なお、テレビ朝日系と日本テレビ系の選挙速報では、大島の選挙区での落選が伝えられており、 大島はこれを受けて支持者に対するお詫び会見まで行ったが、後に誤報だったことが判明し、二度泣きした支持者もいた。2009年9月29日、前日に自民党総裁に就任した谷垣定一の下で、国対委員長から転じて幹事長に就任した。就任当初は、鳩山幸男内閣の公私自立の前に、国会運営でも押され気味で、 与党の強行採決を許し、審議拒否戦術も結局は空振りに終わり、平正明中堅、若手議員からは、テレビ出演時の大島の顔が怖いなどと苦言を呈され、執行部の人心一心を求める声が絶えないなど、苦境が続いた。しかし、翌年にかけて民主党の支持率が低下していく一方で、自民党は地方選挙で地道に勝利を収めていったため、 求心力を維持した。7月11日、菅直人内閣の下で行われた第22回参議院、議員通常選挙では参議院一陸に的を絞った選挙戦術や公明党、平沼竹雄との選挙協力が総合し、自民党が改選第1党となりねじれ国会をもたらす勝利を成し遂げた。2010年9月9日に副総裁への就任が決定。 参院選で勝利した大島の交代には異論があったが、若手からの世代交代論とのバランスを取る形で、副総裁への昇格という形が取られた。このため、選挙対策や国会対策の実務においては、引き続き大島の意向が強く働き、実際選挙準備や与野党協議をめぐって、大島の動きが報じられることが多かった。 特に東日本大震災以後の与野党協力の機運の中で民主党の実力者であった戦国吉虎と,と大連立を視野に入れた協議を断続的に行っていたが首相辞任の可能性が高まる菅直人の問題が絡み実現には至らなかった2012年9月には副総裁を退任新たに副総裁となった河村雅彦と入れ替わる形で 番長政策研究所会長となり、大島派が発足した。青森県出身者が派閥領収に就任するのは、平成研究会の津島雄二に続き二人目である。2015年4月21日に病気のため辞任した町村信孝の後任として、三県の長の一角を構成する衆議院議長に選出された。戦後生まれの人物が衆議院議長に就任するのは、 史上初であり、青森県出身者が衆議院議長に就任するのも史上初である。また、議長就任に伴い自民党会派を離脱。番長政策研究所会長も三党秋子に譲る。議長在任中の2017年7月3日に、番長政策研究所をため公開、天元会と合流して、新派閥志向会を設立している。二千十六年九月、 5度目となる北朝鮮の核実験を受け、国際社会への重大な挑戦であり、唯一の被爆国の我が国として断じて容認できない、と抗議する議長談話を発表した。2017年11月、第48回衆議院議員総選挙の後に招集された第195回国会にて、再び衆議院議長に選出された。2020年12月11日、 国会内で記者会見した大島は印象的な出来事の一つとして天皇単位の特例法整備に尽力したことを挙げ国民の総意を見つけ出すことが立法府の重大な責務、誠実な環境で合意を作ることを最も重視したと振り返った。憲法改正のための国民投票法改正案が8国会連続で継続審議になったことについては国民の権利を守るため、 次期通常国会で合意を作っていただければと、与野党に協議を促した。2018年には、森友学園をめぐる公文書改ざんなどを批判した議長談話を出したが、権力闘争の中でも憲法に定められた精神と条文、国会法に基づいて行動していかなければならないという思いで発出したと語った。2020年12月12日、 衆議院議長の在職日数が2030日となり、河野洋平の在職日数を抜いて、歴代単独1位となった。2021年8月12日、第49回衆議院議員総選挙には出馬せず、引退する意向を表明。2010年1月12日、民主党が成立を目指す、外国人人政権について、各県の議会などで、 反対の意見書が数多く出ている。今の時点で明確な結論は出ていないが、そういう声を尊重しながら議論したいと述べ、慎重な姿勢を示した。なお、大島は2009年の時点で、外国人人政権について、主権に関わる問題だから闘議拘束なしには、抵抗感を持つと述べており、外国人人政権については闘議拘束をかける可能性を示唆している。 2010年4月17日、永住外国人への地方選挙権付与に反対する集会に出席し、断固反対し、阻止を約束する日本の主権、国民固有の権利を守るために、我が党は断固反対だ。外国人人政権に反対し、皆さんと共に戦うことを誓うと述べた。女性宮家の創設に反対。選択的夫婦別姓制度導入に反対。 東京電力や関連企業がパーティー券購入額の目安として東京電力が政治家の電力業界での重要度を査定しランク付けしていた上位10議員のうちの一人であったことが報じられた。議員秘書等から依頼に応じパーティー券を購入し、1回あたりの購入額を政治資金収支報告書に 記載義務のない20万円以下にして東電からの資金の流れが表面化しないようにしていた。2002年に政策秘書が公共工事などに絡み、数千万円の口利き料を得ていたとの疑惑が浮上した。政策秘書は、八戸市立市民病院や、八戸赤十字病院、八戸スカイビルや東日本旅客鉄道八戸駅の他町村などの工事にも絡み、 営業手数料などの名目で口利き料を得ていたとされる。事務所は本人からは心配ない。きちっと対応したいという連絡があった。事務所としての対応もこれから詰めていくとコメントしていたが2003年3月の農林水産大臣辞任へとつながった。2003年3月、資金団体の会計責任者の秘書が八戸ヘスカイビルオーナーから 選挙資金として600万円を受け取ったにもかかわらず、収支報告書に記載がなかった。元秘書による、この資金流用疑惑に関して、大島が答弁に備え衆院法制局に、想定問答の作成を依頼したとされる。大島は、協力を求めたことは認めたものの、答弁作成の依頼はしていないと否定。衆院法制局は、国会答弁で使われると認識していなかったと。 釈明している。野党からは法制局の公正中立や三権分立に反すると批判され、鈴木宗男に習って疑惑のデパートや疑惑の総合商社と呼ばれた。大島の政党支部がそれぞれ国交省と水産庁の補助金交付が決まっていた企業から寄付を受けていたことが2015年発覚した。政治資金規制法では 補助金交付決定から1年以内の企業からの寄付を禁じている。大島は返金し、収支報告書を訂正したとしている。ありがとうございます。